ありがとうございました。トラベラーズとトモローズアフェアでした。トラベラーズは、30年くらい前ですか。スクエアっていうのが結成して今年で40年なんですけども、30年以上前にサントリーホワイトの CM に使われていた曲だそうです。え、マジ？何歳違う？今？33歳。43です。はい。ダメだな。こういう時に浮かばないのがダメですね。はい。ギターソロの、トゥモローズアフェアの方は、その昔、大都会とかいうドラマに使われていたようですが、僕らの年代ですと、富士の月9ドラマで、水木有沙が出てたドラマで、確か使われていた、バージョンが、違うバージョンが使われていました。はい、で一応そうなんです。はいはいはい、テレビに出ると、ああテレビに、私海卵に勤めておりまして、今年の初めですかね、大分の方では2月ぐらいに放送されたんですけども、所さんの学校では教えてくれないそこのところ、日曜日の、朝あってるんですかね、あれに出演させていただきました。はい、全国デビューさせていただきました。ありがとうございます。海卵ではマリンパレスの古い時代から海水の自動販売機というのがありまして、それが世にも珍しい自動販売機ということで、100リッター100円です。あ、安いな。はい、お土産にどうぞお買い求めください。はい、100キロです。灯油缶 4つぐらいですね。はい、はい、もういいということで、じゃあメンバー紹介、長いです。アンドーナツまさか拾う山月良一、ドラムス関ボンボいやなんかまあいいや、セキシャンベースヒーさんいや出なかったんですよ。はいはいはい、ミクリアじゃない、山下義高、義高出るんですか、秀高さん、はい秀高この方だけは女性なんで覚えてます。名前だけでいいそうです。カオルさんです。僕のおかしげです。間違いまくってる僕が阿部左衛門です。よろしくお願いします。はい、じゃああと2曲 うちのバンドはありますんで、あと2曲です。うん、次の曲、あと2曲が、ナイトソングとオーメンズオブラブになります。ナイトソングっていうのは、プレイステーションのゲームの、グランツーリスモ、自動車ゲームですね、これ の、 オープニングの曲になってたんで、僕らの年代は知ってると思うんですが、説明長い、あ、はい、すいません、まあいいや。で、最後オーメンズオブラブは皆さん、聞いたことがあるので、サビで、ジャンプをしていただけると助かりますが、ジャンプはできないと思うんで、まあ、両手をこう上げていただけると助かります。乗ります。それではじゃああと2曲頑張ります。